はいこんにちは大竹誠です今日は十月十五日金曜日今日のパートナーは村井月ですはい私の横には大竹でやきですよろしくお願いしますそして金曜日はむっつりスケベの森ですごブサタスケベの江口ですどうです大竹さんごぼうたしておりますゴブサタしておりますはいはいはいそうですね寂しかったですあそうですかあでもいない間なんかヨネちゃんとか来て来ました来ましたはい上がりましたヨネちゃんとなんか小沢一郎さんの お見えになっていただいてなんかあれだよねなんか恋のさえあてみたいにな,なってるでもちょっとはなんかヨネちゃんがムッとしてたみたいなのあるし、うんうん、でもちょっと私は、うん、ヨネちゃんはジェラシーだった気がする

大変だっお嫌な戦いな休みなのいいですかイワシの一夜干しがうまいうまいめちゃくちゃないなあれこの間うち頭残してもう頭も残さなくなったなあもううますぎて頭もうまいんだよお前猫みたいな猫本当とっすねどうしてさ干した方が美味しいのわかんないねなんでだろうね なんだろう太陽が何かするんじゃないのあそうですねね、魔法かけてくれるでもどういうことなんかなお前なんて言った今太陽が魔法かけてくれるんですよおいしくなあれお前のロマンチックには飽き飽きだわいいじゃ太陽が魔法かけてくれるってお前 辛いけどねそうですね干したらね柿もね干したら美味しいですしねなんかスタジオにスタジオに食い物流れで行くけど芋があるよはいあっさつまいりどうしたの今私ですよ私森村ですね先週ちょっと週末お休みだったんで家族と芋掘りに来ました芋掘りはい芋でっかいよ太いしでっかいですねそうですよ これも千葉県の成田っていうあの成田空港の近くにある農家のところにお邪魔して、はい長いすごいっすよ。今回二種類お用りしました。わかります。違うありますよ。これどうするんですか。たくさん。どうするんでいや自慢で持ってきただけ。いや自慢でっていう持って帰るのいやそんな手間かけないでしょ。持ってきて持って帰るって。いや配りに来たんですよ。 えー、皆さんに差し入れですすよごいまたでっかい。いや 掘ったら掘った数だけ買い取っていいっていう農場だったんそこが。こんなでかいのがさ、地面の中から出てきたら興奮した興奮しますよ、もう少しずつ少しずつ周りを削っていって、まだ長いみたいな、そういうのもたまんなかった、縦に抜いたり、横に生えてたりとか、最高でしたよ横にて向きが横だったりとか、もう本当に。 横じゃねえのかな縦はあんまりねえんじゃないいや意外と縦がありますよどんだけ掘っても半分ぐらいしか見えないとかもあってでもただ土がしっとりしてて土の食感がすっごい気持ちがいいんですよねああ確かに今これもあ土の匂いがいいですね今の匂い変えてますけどああで2種類ベニアズマっていうのと

聞きたくなかった。いや全部全部愛着湧きますからね。保湿で最後に計り売りだったんですけども、一万円超えてました。バカじゃない。え結構高いね。芋で芋で芋で一万円。で減らすことはできるんですよね。え減らすことはできるんですよ。その取りすぎだと思ったら、そんな詐欺みたいなことはしないで。減らすことできるってどうこ計って多いなと多いなと思ったらちょっと抜いてもいいんですよ。それ抜いてたらどうするの？ 抜いたやつはもうそちらの方がいやもうそんなそんな最んにそれでそれをまた次のチャンスはずっと分母変わんないじゃないですか違いますよそうじゃなくてそれで戻してそれをあのあれなんですよそのんかあの JAL という飛行機会社が提供を結んでみたいでそこの芋焼酎の原料になるらしいだらですよ

あれだね結構なんていうの1時間いくらぽっきりって書いてる店に入るとフルーツ盛りとかぱ杯飲んでいいですかみたいにホステスさんってそこからどんどんどん料金が上がるみたいな入りはすごく入りやすいので300円ねそうすいくらでもいよな自分で掘っちゃったやつだからやっぱりちょっとこのんかもう手放すのが心苦しくなってくるじゃないですかだからちょっとだけ間引いて8000円分だけ買って戻しい。 やんなよそんなこと欲が出ちゃいますねイモホリってはい。はい、今日はスタジオに 変な楽器が届いてるんだけどこれはなんだ後ほど音を奏でるまあゴールデンヒストリーのコーナーで取り上げる楽器ですね、カホンっていう楽器でスペイン語でスピーカーにその板で蓋をしたような形をしていて縦が5 60センチ横が30センチぐらいですかね、ちょっとまたいで腰掛けるのにちょうどいいぐらいの。 まあこれはあのヒストリーで今日やるやつだよね。うん、はい、この間録音してますけども、で,ね、でもあるからには何かやらなきゃな。<え>あるんだから。うん、あ、そうだよ。レアプロがミュージシャンが。うん<え>

それ、その楽器の上に座るのまたぐんですね椅子椅子のような形にしてはい、はい間違えてこっちないじゃん五感じゃないですようん五感大した音しないし痛し大した音しないじいちょっとやってみますいいですかじゃあちょっとうんうんあーうんなんかこういいえあ、で場所によってちょっとあ、本当だうんあ、これいいいいですか

えどうしようかな室井があの高いものが欲しい時は欲しいものだよ米<ん>ちゃんと買い物に行く時はマグロのいいとことかお肉のいいものを買わせるし <laughs> <ん>この間はこちらでございますって化粧品売り場に連れてって <laughs> いいやつを <laughs>。 買わせることにも成功したまあ <laughs> <laughs> それも最初の化粧品売り場そこにあるの分かっててお惣菜売り場に行きましょうって言ったらしいじゃなん最初はそうなんですかそれで化粧品売り場に連れて行っちゃったらしいゃ <laughs> <て>何買ったのっ下地クリーム<え>下地クリーム下地クリームなんてそんな高いかあ,たあのね私が普段使ってんのはね、うん、2500円のなんだけどね、うん それでも円のだけどそれ買いに行ったら試供品で7500円のやつもらったのよすんごいいいのそううんもう塗った瞬間から気持ちいいのよクリームえ塗った端？うんだけどクリームなんてなくなるんだよなんか買いたくないじゃんだからそれでゆねちゃんにこちらでございますこちらでございます <laughs> 高い下地クリームを買わせた。でもかわいいもんしょマグロとか牛肉とか、高いのは。うんうん これがいいと思いますとかっていうのも別にいいじゃんなんか別にダイヤとかだパーキンとかねだってラグじゃない下地クリームってそれ今持ってるの持ってないいや確かに今日なんかつけてらっしゃいますよねちょっとなんか綺麗な気がします今日はね安いラインのがまだ残ってる。あれ気のせいじないよねやっぱちゃんと使うんですね勝負の日にそれは今日はいらないってどういうことなんですか勝負じゃない 勝負の日に使うって下地クリームだから違うんだよ何が本当に違うの塗った瞬間にわー違うって思っちゃうの。そのえっとメーカーの一番高いラインのやつなのよ恐ろしいくらいもうこれを手放せないって思う感じ本当に違うだからさただって怖いと思っちゃった試供品でもらってさどうしてもこれが欲しいと思っちゃったじゃん でそれ買ったじゃない、お姉ちゃんに買っても買わせることに成功して、そしたらまた試供品で、そこのラインのその高いやつのもらっちゃって、もう怖くて、泣きそうになっちゃったもう許してくださいそれは何だったんですか、下地クリームだからね、クリームの上の乗るやつですか、次の試供品は。 もうなんか泣きそうになったよ、ね、許してくださいってでも金出したのヨネちゃんだろう。<laughs> <の>そうだよ <laughs> <laughs> 許してくださいって言ってらまたヨネちゃん連れてけばいいじゃん <laughs> いやいや,いやち<う>ヨネち,ちゃんバカだから <laughs> <laughs> そんな何回も何回もうまくいかないんだよ大丈夫だよりちゃんはあれなんだよ本当に駅ビルの中歩いててあらそういえば化粧品足りないのがあったわみたいな自然な演技が必要なんだよ今の演技じゃだめですよ今の演技は全然自然じゃなかったついでに あのこの芋持ってって一本持っててヨニちゃんに食べさせて、俺のイワシも買っといてくれ。えイワシ高いの？いや目出しらないけど、ここれもかったら高いんじゃねえのイワシも。なんかなんかこのこの時期なんかそんなのが出てるみたいなこと言ってたよ。ああいやだ季節のなんだね。買ってきたやつ食ってるだけでわかんない。イワシじゃない。私ねサンマの。 綿が入った綿が入って干してるやつほんの一瞬しか出ないのよそれ毎回その下ろすデパートが決まってて入ったら連絡してくれって去年までは言ってたあ本当それを送ってくれ俺今年電話かかってきてないんだそういえば本当ね取れてないですかね今年あんまりはいはい いやいやいやもううねこのどしよかな食べるよそうですよせっかくだから食べてくださいよ穴を掘るでちょっと僕思い出したんですけどこの前ちょっとあの僕もちょっと出かけてキャンプに行ってきたんですキャンプというかなんかバンガローに泊まるみたいなやつでそしたらなんかあのまあの本当山の中にあるんで自然動物が出るので気をつけてくださいみたいななんかキャンプとかなんかクマとかイヌシとかなんか行ってますねそうでしてるんですよ 僕はあの家族で、あの三人で行ったんですけども。そしたら、あのー、まあ、ちょっと、そのゴミとか、こうまとめてて。うん、で、ちょっと、あのー、そのまま外に出してたら、うん、もう本当一瞬ですよ。うん、もう一瞬、ちょっと目離したら、うん、なんか動物が。動物、うん、<の>子供じゃない。 <laughs> 違うね、そこまで分別がないわけじゃない。親の面でご飯残ん,んなかったんだよ。残んかなんかった食べさせます、ね。美味しいお肉を。なんかカレーの残りとか入ってたんじゃないの？<laughs> ち,ちゃんとしたものを食べさせて。その後ですよ。ね、あ片付けとかしてたらそのなん持ってかれて、うんうん、は一瞬でだからまだその辺にいると思ったら、うんうん、その床下にいたんですよその動物が。それがアナグマなんですよ。うんうん 知ってます。アナグマって。<え>ってラスカルみたいなの。いや、それアライグマでしょああ。違 <laughs> そう,そう,そう。アナグマって、なんかこう、猫は、猫みたいな感じなんですけど。体、め、っちぼ、で、ぶ。 っていうか、出っぷりしてて。それ床下に立ってお前どこバンガローに泊まったの？そうそうそうバンガローです。キャンプじゃないです。あ、テントじゃなくて。まあ嘘ついて、いキャンプ、に床下はね、みんな縄張りだかテント張ってましたね。そうだそうだ。そうそう。ラストだ一応画像今出してますけど。なんで？

ついてるというかもう、まあ、もう怖がってないじゃあもう狙ってんのねそういうところに住みついてて、えー、あキャン

はい一泊一泊近く家族で家族で楽しかった楽しかったですな何が楽しいんだよあれいやなんですかそういうアウトドアとかって地面ってあんだでもそれはバンガローかバンガローですよバンガルでもやだなあたし焼肉屋さんに行く全然違うバーベキューといいじゃないですかバーベキューと俺も近くの焼肉屋に行くいやいやいや醍醐味あるじゃないですかバーベキューあれのは何か逆 うまく焼けてねえんだもんだって。うん、あと、たまねぎとか焦げてんだもんね。いいんだんだん冷房とか暖房とかないんだもん。<laughs> ん<か>おさらいもしなきゃいけないんだもん。冷蔵庫もねえし。 サラはいいです。その大自然っていう調味料で食べたことがないんでしょうね。じゃあ本当に大自然が対ない。人生損してます。番組で野外キャンプやろうって言って肉も用意していざ行こうと思ったらあの急にやっぱりめんどくさいなっていう。こういうことありますね。三浦だと三浦だと三浦と来てとかじゃあそこら辺でなんか外出バーベキューみたいのじゃ材料買ってこいなって来週やるぞなんて材料あるんだけど当日になったらなんかめんどくさい。 で当日みんなで焼肉屋さんに全然主人が変わってるじゃないですごいよくわかるちょっと曇ってたんだよ雨降らいいじゃないですか雨ならまだわかりますけどすごいわかる友達から電話かかってきてキャンプに行こうよとかって言われると 気持ちは受け取りましたって私も同時間一人で焼肉屋に行って焼肉を食べますのでってそんなことない肉を食べるのがメインじゃないですよねそうですよ焼いてるとこからだから鳥のさえずりとか聞こえるわけですよ川のせせらぎとか鳥のさえずりって僕がぶつぶつ言うわけじゃないです後ろで鳥のさえずりとか聞こえるんですよ

でキャンプに行っただけですよ。で最後にこの火を囲んでみんなでこう火を眺めたりするとまた特別な感情が生まれるんですよ。あの火はさあの本当にだよあの暖炉の火とか火っていうのはなんかムラムラするよね。それですよ。そうですよ。そこでムラムラしましょうよ。お客っのガスで十分。絶対に行かないつもりですねこれは。なんか知らないけどもコーヒーかけててコーヒーがバアって吹き出したりするの大好きだから。

やりました。用意してまた焼き肉いや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 。もう来ないとかなしですよ本当に。はい。炊ますんで。コンビしかいないとやめてください。お前簡単に芋なんか持ってくら芋だってこれは大変なんだよお前。このまま一個ね。なんかこううまくなんかあの石窯みたいなやつ。あれで焼こうとしたらお前ガス代とかいろいろかかるんだよ。今電子レンジやります。電子レンジでやります。それいいじゃない。無機とかありますかよ。百円ショップ売ってますよ。 どううやってのが一番いんだこれはあのやっぱふかすまあとスイートポテトですねああ私ねもうねさつまいも地元の人に頂いてそれでねもう一回ね蒸して一回食べてあとあの大学院も作って食べて大学院もそういうこと言ってほしいんだよな俺なすいませんなんかかスイートトポテとも 聞いただけで、腹はたにえくり。お前みたいな、口から何な。あと、あの、トと、あの、その。誰の食い物だ。芋、をスライスしてもらってですね。で、スライスしたやつを素揚げしてもらって、生、あの、アイス。アイス上から落とすと美味しいらしいです。なあ、きとったこと言って。いやいや、いじゃねえよ。そうですね、生でいこう。生でいこう。それは、はい。わかります。わかります。かじりますよ。ね。 え、もう世界のドブロックがね、もうこんなことやってるよ。世界のドブロック。頭のまあ番組のドブロックからお前今も世界のドブロックになろうとしてるんだね。だからちょっと爽やか路線でいこうとして。ちょっと爽やか路線で。稲毛ハさんの後継者ですね。はいはいはい。H.K. とか出たがってんじゃないじゃん。いやまだ来ない全くね今のところ。はい 来ませんように来てくださいはいじゃあドブロックと二人ネタの準備に行ってくださいはい行って行きます えーといよいよ衆議院選挙が近づいてまいりまして、昨日解散されたあー衆議院ですが、19日に公示、そして31日投開票と、早くも選挙戦が始まっておりますけれども、毎日新聞の記事をご紹介します。2012年に発足した安倍政権が掲げて、菅政権に引き継がれました経済政策、アベノミクス、これをどう評価して、どう継承して、どう否定するか、これが選挙の焦点の一つになってますが、 このアベノミクスによって富裕層と中低所得層の所得格差が広がったと言われていますで日本銀行の大規模な金融緩和などによる株価の大幅な上昇に伴って確かに富裕層は潤っているんですね、うん、野村総合研究所の推計によると純金融資産保有額が1億円以上の富裕層 2013年から増え続けまして、2011年,11年に81万世帯だったのが、2019年には132万7000世帯に大きく増えています。うん、で、純金融資産も2011年、188兆円だったのが、19年には、えー、333兆円に膨らんでいると、うん、大金持ちの数が増えて、えー、額も大きくなっている。 で一方厚生労働省の毎月勤労統計によりますと物価動向を加味した実質賃金、うん、前の年より上がったのは2015年を100とした場合2020年は98.6に。うんうん 下がっちゃってるということで大金持ちがぐんと増えてそれがトリクルダウンで滴り落ちてきて、えー、中低所得層も潤えばいいんですけれども平均賃金は上がっていないと。同社大学の服部茂之教授は えー、与野党を含めて今回の選挙で格差是正という方向性を打ち出したことは評価できるものの、うん、え岸田総理が総裁選で掲げた株式譲渡益などにかかる金融所得課税の強化について早期の見直しに慎重な姿勢を示すなどしているので、うん、ま具体的な政策の中身を有権者がしっかり見極める必要があるというふうに言っています。うんうん あのね、なんか、うん、私は結局アベノミクスってさうん、うん、すごいそのじゃかんじゃかじゃんじゃんお金移ったわけでしょで財政出動だって言って国がいろんなものにお予算つけたわけでしょ。なんかそれってだよなんていうのであ3つ目の矢が、うん、全然放たれなかったってことでしょトリクルダウンの富の。はいはい そのたりっていうのがうちらに回ってこなかったっていうけど回ってこなかったどころじゃなくて。 すごいそしたら私たちの資産が目減りしたってことなんじゃないかって私は思うけどねまあね、うん、まあお金じゃんじゃん吸って積極的に財政出動して時間稼ぎをしている間に成長戦略規制緩和して新しい産業が伸びてくればよかったんですけどそこがなかなか思うようにはいってなかったっていうことですね。うん みんながね、また海外旅行とか行こうとしててもね、うん、その時にびっくりすると思うよ。どうして？うん、だってこんだけ円が安かったら、うん、海外行って何か買おうと思った時に、ふうん、えそうんって感じになると思うよ。うん、そういうことになるかもしれないね。うんうん、あのさ思うんだけど、もう今の政権何年か続いて、うん、もうその前もそうだけど。 もう20年ぐらいい給料上がってないわけじゃない、うん、でいこの間新聞で見たら日本の所得平均ってまあ信じていいのか460万ぐらいあるって、うん、でアメリカは780万ぐらい金額に直してね、うん、だって言って G7 の中で、うん、あの6番目だと言ってるわけだよね。うん、って思うんだけど。 なんかさあ、あのー、いろんな党首とかいろんなね討論になってないけどね村井が始まる前に言ってたけど、うん、もう党首討論ちゃんとやる何時間でもね、うん、そう私はそう思うう思思やればいいと思うんだよねあ結局、うん、あの私そのメディア側の事情って知ってんのね、うんうん、あれって、うん、出たくないっていう人がいるわけよ。 出たくないっていう投資討論やろうってうメディア側が言っても出たくないとか忙しいっていう人がいると公平じゃないっていうことからうだけど私はねその逃げたっていうことも有権者の判断材料だと思うからぬいぐるみでも置いといてあの誰々さんは忙しいという。 理由からお越しになられませんでしたって言って進めていくべきだと思うよ。逃げたっていう風なことも判断材料だもん。どうも。昨日もちょっと聞いてたけど、まあ討論でも何でもなくてね。それでさ、もっと思うのはさ、あの給料これだけ少なくて、もうみんなどこの家計も苦しいわけじゃない。さ。 あの、なんか細かい分野でこの分野をどうします？みたいなことじゃなくてさ。うんうん、私は、うん、ね。うん、私たちの党は、うん、あのー？マジョリティじゃなくて、うん、マイノリティをの人たちをとっても大事にしたいと思います。うん、その政策を。やっていきます。言うだけでね。いいと思うのね。うんうん、なぜかって言ったら。 今俺マジョリティとマイノリティって言ったけど、うん、本当はマイノリティの人はマジョリティなんだよ、うん、たくさんいるんだからこっちの方が、うん、あとは弱者の人たちを困ってる人たちを救うことがないって言うんだったら成人なんかいらないじゃん 何もななくてな、うん、経済だけで回してな企業だけで動いてきゃいいじゃんなって思っちゃうよね、うん、それのために政治があるわけだからまあその、まあ、与党野党関係なくねあのマイノリティををマイノリティを私たちはこう当たり前のことだ,よ、ねねまあ、だからいろんな分野があるじゃん、うん、マイノリティでもねあのまあなんか。 お年寄りの農家でも、うん、で看護師さんでもそシングルマザーでも、うん、いろんなところにいるわけいやいるじゃない、うん、それはちゃんと守りますとその政策一生懸命やりますってだから当たり前なんだけど、うん、それをちゃんと言ってほしい。うん、今さ、うん、あのなんだっけ 子庁ができたっていうけどさうん、うん、その前に子供食堂がいいいっぱいできたじゃないうん、うん、あれって全国の都市化の人が頑張って事前でやっててさうん、うん、そんなのだって、うん、で今子ども庁作ってどうにかって言ってるけど政治の失敗だよね失敗したっていうところ、ねうん、そんな貧困の子どもが6人に1人もいるっていうのは失敗したわけだからそれを認めるところから始めなきゃダメだよねそうだよね。うん まあそういうところがあちこちにあって、だからこうね、あのテレビで言うようななんかこう、うん、表まあ表面というか、あその辺つらつらって言われても、しかもね、<う>あのいろんな表現の方法が少しずつ変わっていったりも、うん、ね、あの言わなくなっちゃったりもしてるわけじゃん。うん、本当は、うん、自分の言ってたことがどうして 言わなくなっちゃったのかを言うべきだよね。あそうだね。うんうん。まあさどの党にももう党っていうわけじゃないからね。だからやっぱり党首討論ってちゃんとやらやらなきゃダメなんだよ。だってみんなそれは選挙になったらいいことしか言わないじゃん。言わないんだから。だけどその話には矛盾であったり。 おかしさみたいなのが嘘がないかどうかって各候補っていうか見張り合ってだよそこつついていくのが一番の判断材料になるだから近頃だからいつも思うけどやっぱりメディアはね本当にしっかりしてねそういう悪を作ってみんなが分かりやすいねそれはもう党首討論でねのろしで会おうと何しようとねまあ それはこれみんなミュージみたいな形作れいいわけだからね。はいはいはい次です。はいえっとこれはまあ今の話にもつながるんですけども東京新聞の記事ですがあのアルバイトをしていた25歳の女性の方え新型コロナウイルスの影響でシフトがぐうと減ってしまいましてえやはりこのままでは立ち行かなくなるということで何とかして正社員の座を得ましたところがあの給料日初めての給料日に ATATM からお金を下ろして残高を見ると、うん、あまりの安さにびっくりということなんですねしかもバイトでシフトに入っていた頃に比べて長時間勤務になり、うんえー、さらにあの正社員のそのお時給換算するとお給料1019円、うんうんうん 東京都の最低賃金と6円しか変わらずにむしろ前のバイトの時のの1270円に及ばなくなっちゃったということで,でこちらもデータあるんですけれども鶴文化大学の後藤道夫名誉教授の計算だとえ低賃金とされる最低賃金の1.3倍以下で働いている正社員の方 2007年には4.1%だったのが2020年に11.7%に増えていると、うん、正社員になっても非常に生活が厳しいという実態がと。続いてたら、はい、私たちの子とか孫とかはさ、はいうん、もう出稼ぎ行くようになるよね他国にね、はい。東京新聞の北村祐二さんのコラムではね、うん、こうあの宮沢貴一を生んだね宏池、うん、会から30年ぶりに総理が生まれ知的 論理的かつハト派の期待を抱かっただけどもなんかこう言葉もね一つあの最初は分配なくして成長なしってこう言ってたのが、うん、いつの間にか成長なくして分配なしに変わってると全然意味ちゃうよ、ねうん、それともう一つ北村さんがあの北村さんがおっしゃってるのは、うん、やっぱしあの資料をちゃんと公開して。 透明性をを高めるるここととだっっってていうことをおっしゃってるね、うん、例えば森友改ざん問題に関して「未成熟な情報で開示すれば国民の間に混乱が生じる恐れがあるため不開示にすると」うん、財務省が拒否したそうだけどね国民の一体どこに混乱が生じるのかなという疑問だけが残る答弁だよね。うん、さあ今日も始めましょう。